さあやっていこう。もしきよシリーズパート何歩かはまあいいわ、忘れた。それはまあいい。2年目の開幕ですね。ここで進めるボタンを押したら開幕だっちゅうか、プロ野球の開幕でございます。今日3月29日、あと3分したら29日変わってしまうから、この動画をエンコードしてあげる頃には29日じゃなくて30日にはなっておりますが、いや29日一斉にセパ一斉に何を見せてんだ、何を見せてんだ、こっちじゃない、こっちだね。29日、あと3分ほどで日付が変わってしまいますが、プロ野球の開幕でございます。球春到来ということでね、いやめでたい、球春到来おめでとうございますね。だらっと喋ってるだらっと喋ってる、ほんと不安が残るな。なんだこのだらっと喋りは。ういー、さあプロ野球開幕ですね。これね、この今日その野球つく的にはこの日にこうしないと、3月後半の日にしないとセーブした時点でこのプロ野球開幕っていうそのあれが流れないからわざと止めてたんですけど、今月の決算見て書いてあるの、おー大丈夫かこれ、マイナス8164万円なんですが、開幕が迎えられないよ、まさかの破産、売却価格1億円、売らせていただきます、グッズショップ。経営ゲートかしらな、楽しく野球やれないよこれ。オフにちょっとニコニコ TV は結構ひどいんだよな、負けたら放映権のゼロになる、ひどいひどい放送局なんだよな。勝つと1試合2400万円、負ければゼロ、悩むね。勝ちにこだわってないからな。でもまあニコニコにしてみますか、ニコニコ TV にしてみましょう。始められなかった、一向に試合が始まらんわ。いや今日見たかい、今日皆さん見ましたか、動画をじゃねえ、試合を、セパ交流じゃねえ、もう言いたいこと言葉が出てこない。さあ始まりました、ペナントレースクライマックスということでね、4月1週前半と野球つくでは4月1週前半からペナントが始まるんですが、現実では3月29日がありました。セパね、6試合全部なかなかどれも面白げの試合でしたね。試合が回の初回早いうちに全部決まるって感じじゃなくて、延長戦になるのも多かったし、まあ、横浜対中日戦とかもね、終盤まで0対0で進行しとったりね、うん、全試合どこもなんか見応えのある感じの、広島巨人戦もまあね、あの途中まで 0-0 で 0-1 で進行しててね、ね、どれも見応えのある、どれもいい試合ばかりという、そういうあれで、その中でもね、ハムは中田翔さんの延長サヨナラ満塁グランドスラムでございますよ。満塁グランドスラムでね、満塁サヨナラホームランですよ。もう素晴らしいの一号に続きる、いい夜でございますね、うん、こういう日に動画を上げたい、こういう日に、こういう気分のいい日に動画を上げにはいかん、そう思うわけですね、そう思うわけですね。もう売れるだけグッズ売ってたんだけど、全然赤字だった、ちょっと不安だな、かなり球団経営がかなり不安です。焼きつくっていうそのゲームを楽しむとか試合を楽しむ云々の前にお金がないという、そういう事態になりかねない、なっていますね。とりあえずまあ作戦室見て、おスタメンを組んで、でも、まあ、模式をシリーズってやってはいるけども、清宮やっぱり いないもんね、今年は開幕、まあ、今年もだけど開幕からいないもんね。
もし清だけど清宮は清宮は現実の清宮はあ、おまかせボタンを押してしまった試合に出れずということですね。清宮ファーストもうこれはもう規定路線 DH 稲葉ってどうなんこれ。あ、ちょちょえ、ああここか DH 稲葉とおバンドで比べてまだなんかバカな話した。打順で見てるのが守備だ守備で、ちょっとおバンドと一時的に稲葉をこうして見比べてみて、稲葉の方が守備いいよな。なんで稲葉 DH にするかな、よくわからんわよくわからんわ。でセンター新庄、レフト稲葉、ライトはライトすごいでいいんかな。まあいいでしょう。1番2番最強小笠原理論によって2番小笠原は譲れない。で3番、新庄1番だな。新庄1番これはまあ、核弾頭として新庄1番出して、まあ、坪井がね、まあ、こう見た時にチャンスが坪井のチャンスが A なので、まあ、3番あたりに置くと1、2番が出塁した後打ってくれるかなっていうことを期待して、で、まあ、左続くけど、まあこの辺の人たちは左に苦にせず苦にしてるな大体逆の方がいいかこれ坪井と新庄。悩むね。打順組むの悩むね。金子と田中健介、田中健介9番間違いねえわ。こうかな。坪井がちょっと新庄と坪井どっちが1番か3番かちょっと悩むところだね。こう見ると右左でここを逆にするだけで右左ここはまんべんなくいくんだけど、ちょっとね左ピッチャー来た時に弱いかなって気がするけどな。まあそれも加味した上での、たとえ左が来たとしたら新庄の一発で一手入れて投げ勝つか、この辺りならバッターが出塁した上でおバンドのホームランで手を入れるかという感じで、まあ打線を組むということでいいでしょうこのチームで。でピッチャー陣ですけど、まあ、藤本光雄新人ではあるが多分活躍するということはないだろう今シーズン。中継ぎ出てきて打ち込まれるのも嫌だから先発にしとるというだけですな。藤本はひたすら鍛える。あとは今シーズンはまあそろそろこの門というピッチャーの衰えが見えてるので、門と岩本、関根も年だな。あでもどっちも同い年か、岩本1億9000万円がちょっと気になるな。1億9000万はちょっと気になるな。ガンちゃん1億9000万は取りすぎだろ。ちょっと考えさせてもらう。他の選手たちの、あ、ここでは見えないか。よし、じゃあ。で、練習メニュー考えて、開幕1、2、開幕戦見て2、3でいいか。開幕戦を、ああみんなで見ましょうや。ね。今日の6試合のことも
振り返りながら開幕戦を見ていきましょう。これ中継ぎ陣今関を下ろしてるのよくないな。今関上げましょう。今関上げて今関がコンテ、なんか何回でも、ま、もう今関で今関今関言ってるから生駒も上げていいんじゃないか。26か関がね、関が C ぐらいになったら上げよう。右左左左左左右右、藤本のところに上げてもいいけどな。こうだな、これはしょうがない、これはしょうがない、これはしょうがない。藤本を上で見るつもりだったけど、まあ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 。で清水は先発として使うよ。左は充実してるんで、してるか、石井博俊一人だけか。あ、原田がいる、原田がいる、原田がいる、原田と石井博俊が左の2枚いるから、まあわざわざ清水を、中継ぎで使う必要はないね。ピンチに弱い清水をね。さあ練習していく日ハム、あ、やっぱ今関勝だね。今スマホで確認してました。今関勝でした。今関、え、今関勝になってんの。小一って書いてあるけど、あれ、日ハム1993から2000、経歴いじめに遭いとかって書いてある。あ、1997年は税府庁でわずか一緒にあるが、1998年には登録名を今崎翔一と変更。5月後半からの一軍登板になったが9勝を挙げ持ち直した。翌年以降は不調で、2000年に一軍未登板に終わると日ハムも解雇され、アメリカ独立リーグに渡ったって、そういう選手らしいっす。今崎な、マサル一ってついても今関勝って読むのかな。これで今関勝って読むのかな。ちょっと分からんっす、分からんっすが、もうそろそろ引退だぞ、もうそろ引退です。まあ一応ね、練習も終わった後な、ハードなトレーニングも終わった後なので、まあ一応調整を入れさせておきましょう。ヴィンセントはひたすらバックアップのためにいるようなもんだから、2人バックアップでいるようなもんだから、まあ、そのままにしとこう。鍛える選手以外は、違う、出場させない選手以外は、まあ、全員出場だな、こう見ると。野手は特に。全員調節でいい、調整でいいぐらい。ピッチャーは充実してるけど、じゃあまあ、あとそこそこで、全体的にみんなちょっともうね、厳しいね。育成中っていう感じの野手がいないよ。野手陣はあんまり高年俸の選手いないな、ポイント。うん、ガンちゃん取りすぎだろ、1億9000万は取りすぎだ、解雇。ハム的な考え方をするなら、そろそろ解雇に踏み切った方がいいかもしれないですね。あ、見ていきましょう。開幕戦です。ちょっと今関勝のことちょっと言い過ぎた。2015年以降は今関勝は、2015年1月1日以降は青森県弘前市の職員をやってるそうですよ。どうしよう、誰投げさす、とりあえずガンちゃん投げますか。まあね、エースガンちゃん投げさせましょう。相手はラジオですね。ラジオなんて今いたねーという、大英ラジオいた、名前しか知らんぞ、ナイエドル姿知らん。へえー、
詳細、大英時代はあキャリア3年間大英にいたみたいですよ。3年大英に行って8勝6敗、9勝6敗、6勝5敗、その間の防御率はまあ 4.20、4.30、5.44 と、まあまあそこそこかなみたいな、そこそこかなみたいなキャリアで終えた助っ人外国。球速はあんまりなかったらしい。横手からのスライダーが主体の投球スタイルって書いてあるね。年俸そんなに高くなかったらしい。ラジオ見てたらいつの間にか始まった。さあ大ハード打線と化した大英ホークスに対して我が日ハム、開幕戦を飾ることができるのか果たしてというところなんですけども、さあ早速チャンス、坪井にバントさせてみましょうか。バント D の坪井がバントするとどうなるのか。一塁へ送球成功しとるやん。セーフティーバント成功。さあ清宮だ。リアルの清宮は骨折で左 有効骨だっけ、左右か右有効骨、有骨かな、骨折により長期離脱を余儀なくされている清宮ですが、こちらゲーム世界の清宮は怪我はしたもののスタメンには、開幕スタメンには間に合いました。元気に4番を務めております。さあ1年目はねルーキーイヤーは大活躍しましたが、2年目は果たしてどれぐらいの成績を収めるのか、注目の開幕第1戦の第1打席ですが、セカンド内野フライ、浜田のところに飛びましたね。先制のチャンスです。ま、清宮はお飾り4番だから、こちらをこちらおバンドが本当の4番って言うとしたけど、そんなことはなかったよ。国母増中城島っていうホークスファンからしたらたまらんラインナップだよな。国母ひろき、よし、素晴らしい。ショートの守備も板に、おいおい、今清宮の守備じゃないか。あ、ウィルソンが内野にいる。金子、稲葉、あの全員調整したから、この辺が軒並みこう絶好調になってる。いいことだ、いいことだ。ただまあ調子が上がってるからといってヒットになるかどうかって言うと、まあなんか違うんだよな、よくわかんないんだよな、この調子ってのがどの程度パラメーターに影響を与えとるのかはよくわからない、よくわかってないっす。さあ淡々と進めておりますが、録画し始めて18分が経過して、だいたい動画っていうのは20分ぐらいで収めたいなっていう期待、思いとは裏腹にダラダラと喋っちゃって、もうならんという状況でございますね。城島でも新庄で投入できると、強肩城島相手になっても、今日の6試合、まあ、開幕戦2019年の開幕戦は、まあ、日ハムの勝ちも素晴らしいし、まあ、ソフトバンクとライオンズの試合も、まあ、やってたから見てたけど、ちょっとね、終わりの方だけだけど、山川のホームランとか飛び出して、ね。同点に追いつくところまで西武が粘った後、その後の、バーンとしたスニーをまた坪井バンドの、まあ、結局、ダイエーが、粘り勝ちみたいなね。坪井すげえ。バンド D って何なんだろうな。これがよくわからん。焼きつくの。バント D なんだよ。全然バントできないはずなのに。2打席連続バントでヒットだからな。長打狙いです。まあ、だから大英は、その、やっぱ、今年のペナントを占う上で、やっぱ、大英じゃねえけど、ソフトバンクが。ソフトバンクがやっぱ一番強いと思うよ。ソフトバンク、うん。
西武からは浅村抜けたし、そして炭谷も抜けたしということで、去年の優勝パリーグの優勝チームではあるけれども、まあ戦力ダウンは否めない。その中で着実に補強じゃないけど戦力アップがした感じがある。若い選手が着実に戦力アップしたような感じがある。ソフトカバンクは、まあ、侮れんというか普通に優勝候補だろうなというところで、普通にソフトバンクに対して4点リード、ソフト西武に対して4点リードして、山川がホームラン打って同点に追いついたけど、そこからまだ流れをもう一度引き戻して、やっぱりソフトバンク勝つっていうところで、やっぱ強いな、自力があるなって感じですよね。ジャムはまあ今日はいい試合したけどね、いい試合したけど、大王ワンボロンとか太田大志とかがちょっと調子悪いのは気にかかるなっていうところで、この辺が打ち出してくると、まあソフトバンクの首位もまあちょっと揺るがせれるかなっていうところかな。パリーグはこの2チームじゃない、今年は。おハムだから言うけども、今年はこのソフトバンクとハムの争いじゃないかなと思いますがね、まあ、ちょっと期待かけてるのはロッテかな。ロッテが台風の目になるような気もする。まあ、藤原を藤原をもうスタメン開幕オーダーから1番で使ってね、ドラフト1高卒の、そういうところがちょっとこう面白いなって思うけどね、強い藤原を使うところは面白いなって思う。あとこれに安田とか、タイガ何タイガだっけ、平沢タイガかなとか、なんか野手陣がやっぱロッテはドラフト成功してるから名のある選手が多くて面白いなって思うな。あとはまあオリックスはちょっと厳しいなって思うね。まあ金子千尋が抜けた穴とか、あるし、あと西野抜けた穴とか、先発2枚看板抜けてやっぱ厳しいんじゃないかなって気がするな。まあ楽天はよくわからん、正直ネット上の声は大きいけど、もう一本打ちよった、坪井今日絶好調だな。でもまあ楽天はよくわからん、ブラッシュあたりが当たるといいのかなと思うけど、よくわからん。あと1チームだ、どっか行ってないな。ロッテ行った、オリックス行った、楽天行った、西武行った、じゃあ全部行ってるよ。パリに一通り行ったな。で、これでセリーグに目を向けてみると、金子か、走らせてみるか。まあ、巨人、どうなんだろうね。丸を獲得した巨人だけど、丸と炭谷獲得して、いや、ビエネバみたいなさ、外国人選手取って、どうなんだろうなってな。個人的には内海と長野が抜けた穴が、取られたっていうか、まあ、プロテクトしてなかっただけだけど、この二人がいないことが、巨人にとってあまりいいことではないんじゃないのかなっていう気がするね。今日の菅野のコメントとか見ても、ちょっと、なんかこの上が抜けたことによって増長しそうな感じもするのかなっていうことを思ったり思わなかったりね。1点阿部にホームラン打たれて、で後ろのね若い選手たちをこうちょっと攻めるような発言、あの2人が抑えていれば分からなかったみたいな試合後のコメントみたいなのが見かけたから、投手陣を引っ張っていくリーダーエースっていうのはそうじゃいけないような気がするんだよな。自分が抑えてれば勝てましたとか、そういう背負うチームを背負うようなさ、負けの責任を誰かに求めるんじゃなくて、エースっていうのはそういうもんだと思うんで、なんかこうまあ丸のね4打席連続三振とかね、かなり胸のすく思いがあったりしたけど、いや巨人どうなんでしょうねっていうね。今年はね、まあ
広島カープは、カープはやっぱ強いと思う、セリフにおいてね。だけど、まあ、なかなか横浜が侮れないんじゃないかなと個人的には見ているね。横浜、今日も中日相手に派手な勝ち方してたけど、0-0 でしびれを切らしすぎな、すぎず最後に爆発する力を持ってる。なんで飛び出してたんだよ小笠原葵。さあここも振り回してもらおう、長打狙い。そろそろ打ってくれ。やっぱ浜はいいんじゃないかな。先発投手陣浜口とか今永とかもさ、いいし、野手陣は宮崎いて、まあ筒子いて、この2人が、ね、右左で青鬼赤鬼みたいな感じだからね。これに外とかもいるから、まあいいと思うわ。横浜は巨人よりは俺は横浜の方が上に行くんじゃないかなと開幕前には思っている。まあでパーあと回あとあとの3球団はちょっと言うに及ばずという感じだな。ヤクルトは投手陣崩壊しすぎ、逆に阪神は野手陣がボロボロすぎ、やっぱ打線もそうだがやっぱ守備がひどいな阪神はな。守備ひどいんかな、やっぱ打線、守備よりもやっぱバッティングかな。で中日はもう、中日はあんまり語れんけどさ、中日のことは正直そこまでよく知らんから語れんけど、語れん中にあって、まあ、どうだろうな中日はって思うぞ。正味思わない、どうなんだろう中日はっていう。ガルシアが抜けた穴があって、で、まあ、穴らしい穴はそこぐらいだけど、あと松坂が怪我してて、これ先発2枚に、で、小笠原慎太郎、左の1枚も怪我してて、先発が全然、ただでさえ貧打のチームが、貧打のチームが、先発が3人消えて、果たして戦えるのかっていうところがね、まあ戦えないと思うんだよね。で、根尾獲得っていうのは中日にはすごい明るい話題だけど、まあ、すぐそれで勝てるかっていうとまた違うというか、国防歩かしていいっすかね。歩かしていいんじゃないかな。いやまあ6点リードだから2点割れたところでということはないか。ネオ、そのネオすらまあね2軍で今日も3打数4打数無安打か3打数無安打でね、えどうなんかな中日、もうちょっと楽しませてほしいなセリーグを。ヒットだ、いや新庄の肩いや新庄の肩、松中歩かせていいんじゃないかな。歩かしてよかったな歩かしてよかったな、この一瞬の迷いよ。面白いな野球ってのは、面白いな。変えた方がいいか、左いやニエベス、井口、さすがに変えるわ。これは石井博俊を投げさせます。ここでまたピッチャーを交代、ここでピンチヒット、おー道だと、代打職人大道、レフトフライレフトフライ、よし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 、
中日はもうその上がり目が非常にないから、やっぱこれは最下位じゃないかなと思うんだよ。中日ファンには申し訳ねえけども、うんね、セリーグの火を灯し続けてほしい。消さないためにもね、中日には頑張ってほしいな。今日あたりも谷本もまあ打たれとったよな、はあ、日ハムからね谷本とかオーンとかね中日に行ったんだけど、いまいち中日補強するに至ってないよな、むしろ補弱したぐらいな勢いだよ、まあ、谷本はそこまででもなかったけど、大野中だったから大野獲得してこれ中日ええんじゃないと思ったけど、お前思った以上に大野が劣化してたというか、これでもしも野口が出られなかったらランナー出てる稲葉を石本に変える、変えなくていいか、スクイーズ、完璧です、完璧です。これでピッチャー新バッター新庄、このピッチャー誰なんだろうな、見慣れないピッチャーが投げてる、いいカーブだ。ってな具合ですかね、セリーグを上から順番で予想を変えていくと、順位予想をしていくと1位、ああ今変えときゃよかったな、1位カープ、2位横浜、3位中日、4位ヤクルト、5位阪神、6位中日って感じですかね。阪神は今日近本あたりもまあスリーベースヒット打ってたし、まあルーキー、あともう一人木浪っつうかな、ショートね、そのバッターもオープン戦調子良かったから、まあ、ルーキー2人が野手で活躍していくと、まあピッチャー陣はいいから、ガルシア2種獲得した阪神のピッチャー陣はまあもしかしたら12球団1位かもしれないぐらいなところがあるから、まあもしかしたらもっと上かもしれんけどね。そうでなかったらまあ普通に5位じゃないかなっていう、打線が弱すぎるでしょう明らかに。選手は交代しますかね、ホールド立山、パリーグは1位日ハム、2位ソフトバンク、3位ロッテ、いえ4位今吉永か、誰に打たれたんだホームランを、3位がロッテ、4位が西武、5位オリックス、6位が楽天か、違うな、5位が楽天、6位がオリックスかな、うん、さあ清宮だをやろうともしたのにかな、うん、こんな感じでしょう。オリックスはね、オリックス最下位予想は仕方ないと思う。おう、仕方ないと思うんだ。さあ、ミラバルを、抑えのエースミラバルで、ベシッと締めて終わりましょう、この試合。全部見るよ。全球リプレイしていく。ナックルカーブ最強ピッチャーみたいな、ナックルカーブ最強ピッチャーミラバルかなみたいな名前出るもんね。ただもう抑えピッチャーじゃないっていう、ジブラの持ってるイメージじゃん。オリックスね、吉田正尚がさすげえ打ったとしても、やっぱ投手陣が貧弱すぎるでしょっていう気がする。井口、先ほどは歩かされています、山岡一人にかかる期待が大きすぎる。その山岡もなんかそんなにいいピッチャーじゃないじゃんね。いいピッチャーだけどそんなにいいピッチャーになりそうな気がしない。ハムとかのそのいいピッチャーの取り方ってもうガタイが凄まじくいいピッチャー取ってると、そのピッチャーって、ね、やっぱなんだかんだが大成するというか、まあ、大谷とかダルビッシュを例に挙げてるけど、
やっぱなんか伸びる選手、球速がこう160近い球を投げれるようになる、そういう選手ってやっぱがたいがいいわけよ。山岡とかね、身長そんなに高くないし、スライダー、縦スライダーとかスライダーとかで名を上げたピッチャー、完成度は高いんだけど伸びしろはそこまでっていう気がするし、そういう選手ってなんか例えば150-160キロ投げれるよう、背が低い選手が150-160キロ投げるようになったところでなんか壊れそうなイメージを持ってしまう、特に先発とかだとね。だから大きいピッチャーが、あ、ちょっとストップ、一瞬今こうかくついて止めようかなと思ったので、大丈夫だったと。試合が終わってしまったそのタイミングで。なんでね、なんか山岡とかが、まあ、そこそこ投げれたとしても壊れそうな感じもあってねえっていうねえっていうことです。そこでオリックス再開、ういえ、清水かな。よしよしよし、ペドラザを打ち崩してくれたわ。柴原に立山が2点ホームランを打たれた後、最後小笠原が満塁ホームラン。いや、いい試合、これはいい試合でしたけど、ペドラザペドラザ終わったろ、選手生命絶たれた。うちの立山も大概だけど、よしよし、これで4800万円の放映権料が入るっていう、そういう寸法よ。あれ入ってない、あれ入ってないよな。まあまあいいか。これがニコニコ TV、 顔がちょっと近鉄3連勝か。マオリ、近鉄にマオリっていう新外国人選手が入ってる。これか、フーム。 BGM が乗れないな、てってーにー乗れないな。なんかはい、お金がないのは重々承知。ちょっと球場の直したい、忘れそうだから球場直しとこう。あれこれだっけ、違うな。スタジアムの方だね、スタジアムの修理。お、38分、長え、か長えな。これ直したら終わりっちゅうことにします。次は4月の1週か2週ぐらいに動画あげようかな、そしたらね、そういうことにしましょう。じゃあまあとりあえず今日はここまでということで、ほなまた。